おはようございます。いちじくの動画ですね。あきましておめでとうございます。新年、今日は1月の4日、私事ですけど、なかなか休みが、今日もこれから仕事なんですけど、正月もなかなか休み取れてないんですけど、皆さんのいちじくじゃないですね、こうよくいろんな人の動画見てるんですけど、皆さんこう新年動画上げてるんで、それに触発されてちょっと動画撮ってみようかなと思って撮ります。最後までお付き合いいただければと思ってます。普段はだいたいやらかした時とか、このいちじくに関してはですね、バイクも一緒かな、スーパーカブとジャイロキャノピーとこのいちじく、この3本でとりあえずいろいろ情報発信っていうほどでもないですけど、自分のやらかしたネタとかその辺を配信してます。ちょっとね、言葉がね、ちょっとおぼつかなかったり考えながら喋ってもダメですね。こうずら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 いい言葉選んじゃおうみたいな、やっぱね一応インターネットで全世界に配信されてるんでね緊張しますよね、ある程度ね。そんな感じで、近況ですね。近況というか年末っていうか、そうですね、最近の出来事っていう感じですかね、自分の中では。なかなか休みが取れてないから、こう年末年始のけじめみたいなのがつかないんですけど、皆さん見てると、お雑煮食べたりいろいろお正月やって、もう昨日あたりからですかね、もう皆さんお仕事始めでやってる感じですもんね。ちょっとさ、近況で行くと、ジャイロキャノピーの方はちょっとまだ修理ができてない感じです。前に年末にバタバタとぶっ壊れたりなんだりといろいろあって、で現状スーパーカブの方は元気に動いてます。それとあとロゴマーク作りました。ツッコミどころ満載のロゴマークですねツッコミどころ満載のロゴマーク。こんな感じのロゴマークですね。これも作りましたと。あれ、土屋自動車さんです。土屋自動車さんはステッカー屋さんなんですよね。自分のイメージを伝えると、いろいろアドバイスくれたりして、土屋自動車さんがこうステッカー、あれステッカーにもなるんですよ。でステッカー制作するのにこういい感じにしてくれたり、いろいろやって、あんなロゴマークになりました。それからそんな感じですかね。で年初、一番年の初めなんでね、一個一個この見ていきたいと思います。とりあえずいちじくが部屋の中あるんで、もうこれからすぐ仕事なんでね、あんまりこうしてらんないんですけど、 BBN ですね、これ最近来たもんなんで、最近です。安いんですよ。あんまり僕は入札ヤフオクなんですけどね、そんな高い金、これ絶対落ちないだろうっていうような金額で、258ですよ。本物か偽物か大丈夫かっていうような値段でもっと落ちてるんで、そんな感じです何がそんな感じなんだよ。で最近やらかしたことですね。最近やらかしたこと、年末の多分最後の動画で、ピュアホワイト根っこがね2本しっかりしたのがあったんですけど、消滅しましたね。消滅ってかもう見えない。これがね、原因がですね、根っこまであるんですよ。ちょっと映像じゃ映んないかな。水枯れなんです。水枯れ。
水あげなすぎ。根腐れじゃないんですよ、この私の場合。あー、ちょっと映像じゃ映んないですかね。ここに1本あるんですけどね、でここに2本こうあったんですけど、結局痩せちゃったんですよね、水枯れ、水あげなすぎなんで。で昨日一昨日の話かな、その水枯れが。で芽も葉っぱがね、この辺ちょっと少しいいのがあったんですけど、しょぼしょぼになっちゃいました。ピュアホワイト、根腐れ、あの表面だけね、こう霧吹きであげてたんですよ。要はあの電気つけて電熱引いてるんで、で時間もあんまりない、まあ、あの不規則な時間帯でのあれなんですけど、合間合間見て、毎日は見てるんですけどね、こう持ち上げてこうしっかりと様子を見るっていうのはなかなかできなかったんですね、この年末、ここ2週間ぐらい。そしたらカラッカラに乾いてしまったんですね。ただこのまだ緑色してるんで、で腐ってる様子もないんですよね。腐ってる様子もないんです。腐っちゃうともう一発アウトって自分の中では思ってるんですよね、うん、それがやらかした件ですね。全体的に同じ量の水あげてるんで、全体的にこうダメでしたね。じゃあ次行きましょう。話がまとまらなくなっちゃうんで。コルフ、これ葉っぱ1枚あって、来た時今日は元気だったんですけど、葉っぱ落ちちゃいましたね。落ちてはね、自分で取ったんですけど、これは自分の思うところの話ですが、光量不足だったと思うんですよ。今この照明つけてない状態で光量を測ると全然ないんですよね。ほら、ルクスが50とか74とか、あ、100上がりましたね。蛍光灯の方の明かりの方を向けると上がっても150何本しかないんですよ。この状態だと全然弱いんですよね。これは多分弱いんです。それでコルフが一生懸命光合成で栄養を蓄えようとしてるのに、蓄えきれずにもう葉っぱがもう復活できなくなっちゃって、あ、はじめ水不足かなと思うような感じでこうだん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 垂れてきちゃったんですね。で水をあげても復活しない。でこれ以上水やってもこれ根腐れになっちゃうんじゃねえかなと思うような感じだったんで、何が原因かなと思って、ただやっぱり光量不足ですね。そのいろいろブログとか他の人のやつ、ブログですね、その辺をブログ読むと読み漁ったんですよね。探しまくって、スマホの情報でしかやってないんで、ただまあまあ年末から騒いでる勝手に一人でうーっと思って騒ぎ立ててる、明るい日陰ですか、明るい日陰、一応自分の中で解決して、センルクスぐらいですよね、多分ね。センルクス、この香料に関してはね、あんまり詳しく書かれてるものってね、あ、2箇所ぐらいあったのかな、2個ぐらいあったのかな、きちんと調べてらっしゃる方が、インターネットに出てくる情報でですけどね。やっぱセンルクス、植物によって結構違うらしいんですよ。違うんで、あんまりこう断言して書けないんだと思うんですよね、書く人も。間違ってたら嫌だとか言うのは分かんないですけど、いろんなことがあって、ただ書いてる人もいて、まあその人がブログを読んで、ああそう、確かにそうだなって納得したんで、照明入れたんですよね。照明、この照明ですね、この照明。今消してたのはあれ、この撮影するのにこの赤いのがね、自分で見てても嫌なんですよ。チカチカしちゃって、このほらこれ入れると一応わかります、線まで上がるんですよ。これが明るい日陰の状態、多分これで初めてこの辺光合成
成長していくんじゃないかなと今のところ自分の中では思ってます。千ルクスぐらいの光がないとちょっと辛いんじゃないかなと。あの葉っぱがクターッとなってここたっぷりこれ入れてあるんですけど、この塞ぐやつ、あの傷口、結局あの肥料をあげられないじゃないですか。だから根っこから肥料を吸えないのに、で光にあるこう自分自前で栄養を作ることもできない状況になるんで、うん、それを1週間ぐらいですぐ葉っぱが臭くなってしまい、なってきちゃってましたね。まあ初めてのことなんで、したらもう一応葉っぱ取ってもう一回と思って、これ孵化するかどうか分かりません、この辺は。これは光量不足で葉っぱがダメになった感じです。水ではないと思います。あの、ずっと見てるとね、なんとなく分かるんですよ。いろいろ自分でも試すんでね、あれ、まず葉っぱがこうヨレッとなってきたら、水不足か根腐れかどっちかを疑ってかかるんですけど、そしたらもうこの土の状態を見て、あ、これもカラカラだしなと思ったら水不足じゃねえかって、水やっても復活しなかったから、あとは何が足りないって考えたら光量不足だったじゃないかなと思ってます。室内で育ててるとよく葉っぱが落ちてしまうみたいなことあるじゃないですか。っていうかよく書かれてる人もいるんですけど、多分光量不足で葉っぱが落ちるんじゃないでしょうかね。光量不足でもそこのとこ何とも言えないですけどね、まあ、実験したらわかるんでしょうけど実験するほど勇気ありません。バレッサ2なんです。これすごい立派に育ってますもんね。これ根っこ、これもね、水不足で根っこちょっと減った感じするんですよ。これまだじゃ、これ結構根っこの張りが良くて、樹勢が強いんじゃないでしょうかね。根っこの張りが良くて、葉っぱの方も元気なんですよね。元気で。いや、やっぱクターっとなってたんですよ、やっぱり。やっぱりあの鉢植えを水やらないとクターってなってくるじゃないですか。なんかこうクターっと、そんな感じになって水あげたら復活しました。これぐらいまで成長してると復活しますね。バネッサ2で光を光量、本当に光量が原因かどうかだったかどうかを試すほどの勇気はありません私にはないので、もしあのそういう実験をしてみようかなとあの他の植物でもいいと思うんですよね。他の植物でもしやってるかしゃる方いて、もし野菜でも何でもそういう状態になるのかなみたいなのがあれば情報発信していただけるとありがたいかなと思うんですけどね。お前がやれよって思いや時間もないんでね、せっかくここまで大きくなったのにいきなり照明消して1週間様子見て葉っぱが落ちてたらショックじゃないですか。さすがにそこまでの勇気は、多分 3年4年でこの疑問立って、この疑問が残ってたら自分でもうや多分やるんじゃないかなと思いますけどね。その辺は3年4年でスパンで言うとそのくらいの時間経過が必要になってきちゃうんですけど、でも植物の成長って3そんなこれほらこれもそうです。これ葉っぱちっちゃいでしょ。葉っぱ小さいんですけど、これちょっと復活した方なんですよ。映らないかな。照明がちょっとあれなんですけど。これあの、シャンパーニュですね。照明消した。これもね、くしゃくしゃっとなったんですけど、これちょっと復活してきましたね。水あげたら。イチジク、もともとのイチジク自体が強いんで、でもやっぱちょっとダメージ。負ってる感じですね、ダメージ負ってる感じですけど、ちょっと復活したなっていうのは分かりますね、ちょっと、大丈夫じゃないかな。これは大丈夫っぽいですね。シャンパーニュ、でコナドリアは強いですね。これ樹勢強いんですよ。
これ地植え、自前のやつなんですけどね。根っこの様子は見られないですけどね。もしかしたら葉っぱばっかりで、あれかなと思うんですけど。これ結構びちゃびちゃですよね。びちゃびちゃ。ね、昨日全部一気に水あげたんで、びちゃびちゃな感じです。もうカラッカラだったんですよね。で、表面だけでやってて、表面は濡れてるから、大丈夫だろうと思ったらダメでしたね。ダメでした。ピュアホワイトはダメでした。で、この前列ですね。前列はいい感じで、芽が出てる感じです。出てるんですけど、まあ、あともう1週間、2週間。その1週間、2週間スパンって言うと、もう2月、3月になってきちゃうよって話ですね。これ、ゴールデンセレスト。これも水不足。これはもうやばいでしょうか。こんな感じでくしゃくしゃって。どうすかね。どうですか。水不足。今回のは水不足。根腐れではないです。根腐れやっちゃうと、もう一発アウトで、もう鉢から出して、腐ってる部分取り除いてってやらなきゃ。で、また多分かなりの確率でもうダメなんですけどね。悪あがきするんだったらいい腐った部分を取り除いて生きている部分をさらに刺し直して、そこからまた 2,3 ヶ月みたいな感じになると思うんですよね。こんな感じですかね。裏の方にもちょっとコナドリアとかあるんですけど、これはもう多分ダメです。ちょっと早く上げて切って中見てっていう風にやりたいんですけど、ちょっとね、時間がない、時間もないし、そういう風にやりたいやりたいと思ってもかれこれ2週間3週間、年末、去年の話ですからね。ちょっともうこのまま放置で、これゴールデンリバーサイト、全然動く様子がない感じです。全然動く様子がない感じ。たまちゃんさんからもらった BNR、 これもちょっとまだ枯れてる様子はないです。全然ね、そんな感じです。で、水やり、この水やりもね、やっぱその環境によってタイミングとかが違うと思うんですよね。私の場合はこのコップでこんなにたくさん穴開けて、しかも電熱入れて照明つけてっていう感じで、水がもう蒸発しやすい環境、植物の活動も活発になって葉で呼吸するときに水が上がるんですよね。そういう環境を作り出して成長を促しているわけですよね、人工的に、強制的に。だから何日に1回水をあげるみたいな、そういう決まりは多分ないです。作れないですよね、環境によって。人それぞれの飼育環境とは言わないか、この保管環境によってっていうんですかね、なんていうんですか、違いますもんね。その辺はこれでも一応自分ではできるだけ自然の春の環境に空気、水、光をいい感じで持っていきたいなと思って、できる限り安く作ったつもりなんですよね。だからプロの方でやるとか、もうすごい入れ込んでるマニアさんだと、やっぱり温室やってストーブ焚いて湿度調整で加湿器入れてみたいなのしたらもう完璧なんだろうけど、まあ、そこまでしたらまた今度紙の問題とかね、いろいろそれはそれで大変なんだと思いますけどね。まあコンパクトにこう趣味の範囲でやれる範囲で自分はやってます。こんな感じです。全部100円ショップとかそんな感じですね。何万円っていうのはないですね。こんなのって3000円とかですからね。そんな感じです。で、一番びっくりしたのがこれです。
イエローロングネック。これね、ほら、すごいでしょ、目が。こういう風に割れるんですね、イエローロングネック。それ、イチジクってほら、先っぽをシュッとなるじゃないですか、穂先って。こういう風に言われるとは、こういう風に言われるとは、と思って。これ最近割り始めたんですよ。根っこの様子はまだ見れないんですけど、ちょっと感動してますねこれ。こっちもこう多分桃から生まれたみたいな、パカって割れてくるんでしょうねきっとね。そんな感じです。失敗もあればこうちょっとした感動もありますね。パカッと割れ、うん、パカッと割れてる。ほら葉っぱがほら覗いてるんですよ。ちょっと近く持っていきましょうか。こんな感じです。パカッと割れて中から何やら出てくるぞみたいな感じになってますね。はい、消しとく、消しますか。そんな感じです。何がそんな感じってな。そんな感じで、今年もぼちぼちあのスーパーカブとキャノピーと あとねあと、これ、こいつバネッサ、肥料を上げ始めました。肥料を上げ始めましたね。ハイポネックスの液体肥料。1ヶ月に1回ぐらいですね、ちょっと。上げ始めました。で、別に枯れてる様子もないです。1回目上げたのが、去年の話ですね。去年の話で全然何の支障もなく今のところは育ってます。そんな感じかな。あとはあと殺菌剤、殺菌剤これやってみました。ベンレートっていうんですかね、殺菌剤です。これもこの間1ヶ月に1回やればいいかなみたいな感じらしいんですけど、これはあのイチジク用かどうかわかんないです。あの他の挿し木やってるブログですかね。でその、ま、松かなんかのブログだったのかな、松かなんかの挿し木だったんですよ。やっぱりあの挿し木ってあの菌の繁殖が一番怖いみたいで、これをそのブログでだとあのベンレートを使ってて、それを1ヶ月に1回ぐらいあの軽くさっと巻くっていうことをおすすめしてたブログがあったんですね。だからあの植物全般なんで、まあ、もう殺菌剤これ一軸、まあ、これやってみようかなと思ってます。殺菌剤部類で言うとなんかベノーミル水和剤っていうんですか、学者ではないので分かんないです。ただ殺菌剤です。殺菌剤これをこの間初めて撒いてみました。それから2週間ぐらい経っちゃったんですよね。もうね、あっという間に、まあ、その時にちょっと動画とか上げてればいいんですけど、時間がなくてね、時間がなくてなかなか。でもまあ全然枯れずに元気でやってます。ベンレート殺菌剤、これがあの効果が出てるのかどうか分かりませんけども、とりあえずやあげてます。やりあげました。そういったところですかね。ちょっとね、豆にあげられれば、動画あげられればいいんですけど、水目の前にあって水枯れさせたのも気がつかないぐらい時間がないもんでね。そんな感じで今年もやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。あのチャンネル登録の方もでいろいろコメント、自分なりにいろいろね、ブログとか他の人のやり方とか見て、でそこにプラス自分の考えみたいな、自分はこうしてみたい、こうやったらどうなるんだろうっていうことで
やってます。やってるような動画なんで、あのバイクでも何でもね、バイクでもこの植物に関してもそんな感じでやってる趣味の動画です。だから特にあのこうした方がいいよとかっていうことはないです。ない動画です。だからもし見ていただけてる方で、そんなことすんの、どうそれどうなんのみたいな、そういう風に思っていただける方が僕としてもやり、それであのコメントいただけたらあの僕としてもちょっと嬉しいかなと思いますね。あんまり多分素人が興味本位でいろんなことを試していくみたいなような動画になってますんで、まあよろしくお願い、今年1年またやっていきたいと思います。よろしくお願いします。